終わっちゃったけど、月曜日と木曜日と2回聞いてくれた？やっほー、ありがとう。ジャングルレディオですよ。こんばんは。さっきまで先週の土曜日の公演見てた。マジ？なんかあげてくれてた、もしかして。なんか見たような気がするよ。あげてくれてなかったっけ。アイスが来た。おといたちありがとう、見てくれてありがとう。握手会ゲットできた、ありがとう。あげた、やんな、ありがとう、ありがとう。逆の意味にするクイズみたいなやつ面白かった。なんかあれ面白かったよな。こんばんは。天な、はい、なんだい、なんでそんなびっくりはてな。こんにちは。目が。日曜日の夜の公演、さっき当選メール来たわ。今週もやろう。やろう、ありがとう。今回も天秤面白かった。お、なんか、え、すごい、なんだこれ、キラキラなった、ありがとう。くしゃみ出るわ。あー、ありがとう。みんなセンターかっこよすぎてありがとう。リアルに登場してきた瞬間から鳥肌立った。ありがとう、そう言ってもらえると嬉しいです。てんなももうほんま緊張してたから、もうでももうなんか記憶ないから、もうさ、何やりきりすぎて記憶がない。でもマジいい景色やったのは覚えてる。まあまあ、そうデコだよ。ジェネリキでありがとう。センター初、そう初やった。センターかよかった、それだけ伝えたい、ありがとう。嬉しい。妹バイトチアから伝言ちょうだい。伝言、頑張って、バイト頑張って。バイト中伝わらんか。でもえぐいぐらい良かった、マジ泣ける、普通に。ありがとう。小よりちゃんの生誕行きたいから今週の声見送ってしまったよ。そうやな、まあ、そういうあれもあるよね。何かに行きたい。センター公演行ったよ、ありがとう、来てくれて。こんばんは。天那がセンターだと公演の雰囲気が変わるね。ほんま？いいように変わってたらいいですけど。未来ちゃん号泣してて慰めるの大変やったし。泣いてくれてたんや、嬉しい。それはちゃんと見えてたからな。ん？4部そんな取れんだし、やはり天那と運命ではないんかな。それは諦めたらそうなるよね。諦めないで。昼公演 DMM で DMM 見てて、家飛び出た夜、公演当日券で入って、ありがとう、わざわざ来てくれて、ありがたいよ。帰ってきたら伝えとくわ。天那のセンター最前で見れてよかった。こちらこそです、会いに来てくれてみんなありがとうです。センターした時に泣いてたやん。誰が？天那が？天ちゃんの初またぎとか初生誕とか初センター全部行けてラッキーやった、ありがとう、全部来てくれて。公演前ボヨン行進曲聞いてたの？そう聞いてた、みんなでみんなでっていうか、天那が大音量で流すからみんなもう必然的に聞く流れになってたっていう。もうアミと西馬踊ってた、懐かしいとか言って。ごめんな、この何こストラップがジャラ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 ちょっと当たっちゃって音が鳴ってるけど、
申し訳ないです。大阪の4部2枚買ったで、てんちゃんおもろい、ひそかに好きって言いに行くわ。あ、言いに来て、待ってる。そう、あとはリアイベは大阪の4部の写メ会と肩たたきが残ってるので、写メ会プラス肩たたきが残ってるので、皆さんぜひ。もうリアルイベントはもちろんのことながら、完売を増やしたいので、完売プラス部数追加したいので、ぜひ皆さんお願いします。待ってます。こんにちは。そうそうそう、横浜握手当たった、初めてだけど10枚当たって、何話そう。ほんま、もう何でも話せるよそれは。てんなマジなんか案外いろんなことについて喋れる自信あるから、ぜひ来てください。19の世代交代前夜公演、昼も夜も行くよ、一緒に盛り上がりましょうね。一緒に盛り上がりましょう、楽しみにしてます、会えるの。テンナがセンターって分かった瞬間のみんなの歓声すごかったね。ね、振り向いた時のあのみんなのわーっていう声がちょっと嬉しかったです。テンナ How are you today? I'm fine. Thank you. オンラインお話し会は完売。オンラインお話し会はあの一番初めの日にちの6月22日のあの猫のコスプレをする日がの一部があの完売、ありがたいことに完売しまして、4部の1時45分から2時45分の回に部数追加されたので、ぜひそちらもお願いします。コスプレはまだ決めてないです。コスプレっていうか服装はまだ決めてないです。その日は、その日はっていうか4部は全部分けようと思ってる、違うのしたいなと思ってるので、何かいいコスプレ格とか服装あればしてください。してくださいちゃうわされても困るわください、リクエスト。19も行っちゃうよ、来ちゃって、待ってる待ってる。人間まつげ、今日でもそんなことないんだけど、今日束作ってないから、まつげ全然。てんな Can you teach me Japanese language? どういう意味やろどういう意味、何を教えれるか、何ランゲージって何なの今日も買いすぎるな、ありがとう、嬉しい。12日の世代交代前夜公演初センターめっちゃかっこよかったよ、ありがとう、ありがとうです。19日公演行きます、待ってます。アフタートークもするのかな、ぜひ。てんな Say hello to me。 ハロー合ってるこんにちは、日本語教えてって、あ、日本語、なるほど、日本語難しいからななんで急に配信を、いや明日が第7部の締め切り、ちゃう、第7部じゃない、第7時の受付の締め切りなやから、ちょっと今日も配信してちょっとみんなにお願いしようと思って12日に公園入ってた、おたとももてんなのセンターかっこよかったって言ってた、マジ、もうじゃあまたぜひ一緒に来て、待ってるよほんま、来て来て、いっぱい会いに来てください。握手会でてんなちゃん初めて見た時オーラすごいと思いました、ほんまにそんなあれ、全然人と違うことあるかいね。最近公園見に行けてなくてごめんなさい、ぜひまた来てください、空いてる時に。綺麗な額ですねありがとう恥ずかしい。リアルイベントも8時終わりだしね、そう、もう次で最後ですから、もうほんまに完売させたい、せめても
あと1個やから、大阪、しかも大阪やからちょっとなんていうの、まあ、NMB やし大阪やしってことで大阪の方が人がいるんじゃないかと思いまして、ちょっとほんまに、しかも写メ会やからさ、写真撮れるっていうのをプラスでちょっと本当に皆さん会いに来てください。ちょっと1と4でちょっと離れてて時間が空いちゃうんやけど、でも来てください、待ってます。メンバーの卒業発表聞くたびに、会いに行けるときに行かなあかん、ん？行かなあかんなってめっちゃ思う。それはそう、ほんま押せるときに押しとかなって感じやもんな。それはそうですけども、オーラすごかった、眩しくて本人見えないくらいかもな。うん、そんなことあんのかいな。オーラってなんなんやろな。そう、来てのお楽しみですからね。おといてたち面白かったです、ありがとうございます、見てくれてありがとう。皆さんも見てくれた人他にもいるかな。レナのセンター感動した、ありがとう。社名会追加で応募するよ、ありがとう。待ってる待ってる、乾杯おめでとう、ありがとう。おし、あのコメント、コメントで教えてくれてありがとう、ありがとうです。こんばんは。てんちゃんのファンマークって日本かける日本なん？いや、あれファンマークちゃうで。あれはあのハーフの方とかがよくやってるやん、どこ国をさ、どこかけるどこってやって、あの生まれはで、じゃあ生まれはというかハーフですよみたいな。てんのはハーフってよく聞かれるから、まあ、日本かける日本ですよっていうアピールやで。出遅れちゃった、てのちゃん、やっほやっほー、ありがとう。もうすぐ10期も入るし DD は大変なのよね。まあ確かにね、確かに確かに。前回のてんちゃんとの写メ待ち受けにしてるよ、めっちゃ可愛く撮れたし、ほんま嬉しい、待ち受けにしてくれてんねや。こんばんは。19日の昼夜公演、九州のHKT オタの友人と一緒にチケットピアで入るね。お、いいね、友達と、いいですね。てんちゃんは新公演見ましたか？もちろん見ましたよ、もちろんもちろん、もちのろん。握手会、てんちゃん綺麗、密かに好きに帰るかも。いや、もう何でも直接は言いに来て。今日は筋トレした、ちゃうで、今からやで、今から夜やから、もうお風呂入るギリギリ前にやって、お風呂入る。みんなちゃんとしてる？てんなまだ続けてるよ。メニュー変わらんけどな、やるメニューは。まあでも送ります、ちゃんと日記としてモバメに。まあ、この詳しい話は私のルームスの方に来ていただけると分かると思うので、分からない方はぜひルームスへお越しください。6月23日のお話し会当たってよ、めっちゃ楽しみ楽しみ、もうマジいっぱい話そうな、みんな楽しみにしてます。早くオンラインもリアルもしたい、楽しみ、ほんまに早く。もうな、服装とか決めてるわけやん、もう早起きたくて仕方ないねん、もう楽しみすぎ、普通にサボってます。あ、もうサボってるんや、サボ、もうなんか潔くていいかもね、ちゃんとしてる。お、いいねいいね。腹筋が筋肉痛すぎてくしゃみ痛すぎる。あー、なるよな。でもてんな今回全然筋肉痛なってない気がする。でも久々の筋トレはほんまにあのしんどい、しんどいっていうかって感じ、うんって感じやな。まあ、頑張るけど、明日から本気出す。ほんまに？ほんまか？頑張ろうね、一緒に。朝散歩してるよ。いいね、朝散歩。言うてまだ3日し、そう、さすがにちょっと3日坊主はやめたいんで、もうちょっと頑張る。
足上げとプランクめっちゃしんどいよね。え、マジでわかんないけどマジでわかる。あのメニューのあの前半2つがきつすぎて話にならん。全部1分ずつやっと、もうきつい、ほんまに。だから音楽を聴きながらやってる、歌いながらやってる。だからなんか歌いながらやったらなんか余計しんどいねんけど、なんかまあまだまだいい、何、気分的には楽かなと思ってX や TikTok めっちゃアイドルしてるけど劇場とかで見るてんちゃんとどちらが本当のてんちゃんなのどういうこと、どういうこと。でもそれ乗り越えた時の達成感すごいな。え、マジわかる、めそうなんよ。横浜へ行きます、ありがとう、来て来て。歌いながらやるのすごくない？マジ死ぬでもうあんまりきついから、途中で歌わんくなったりするけど、でももうなんか逆にきつすぎたら歌っちゃう、気紛らわすために。車のタイヤ持ち上げるトレーニングしてるよ。タイヤすごっ、めっちゃ重そうやな。この間てんちゃんのセンター良すぎて DMM 見て大泣きした、嬉しくて。え、嬉し、それが嬉しいわ、その報告が、その報告が嬉しいです、ありがとう、嬉しいです。もうタイマーがセットされてる。班から今日はルームスに移行して配信をしたいと思います。続き、こんばんは。てんちゃんの M のサイン行きたいな、土日してほしい。土日なあるかな、口ずさんだりしますか、歌を。何の歌をやろう、ん、筋トレ中にってこと。それはします。ルームするんや、する。うちセンターって誰が決めるん、ほんまに誰が決めてるんかは分かりません。ねずこかと思った。ねずこ、誰が、てんなが。てんなめっちゃ可愛いよ、ひさとより。ありがとう、嬉しい。やっぱりてんちゃん可愛いな、ありがとう。世界優しい、無理、モチベ上がる普通に。ありがとうみんな。うん、劇場でオープニングてんちゃんがセンターいたのを見たとき鳥肌立ったよね。てんなも自分でそう僕が決めました、ほんまかいな。こんばんは。そういえば23日 M 公演3回目ね。そうなんです、そう、また M 公演に出演させていただきますので、皆さんぜひ会いに来てください。 M に出るよ。てんちゃんって日に日に可愛くなっててしんどい、マジでそんなことある、嬉しい。でも頑張る頑張る。ねずこコスめっちゃ似合いそうやけどな、ほんま。ねずこ全然あり。センターの時何曲目まで緊張してた。いや頭3曲、とりあえず頭3曲かな。いや全部緊張してたけど、でもほんまに死にそうやったんは頭3曲かなそれが一番緊張してた。ヤッホー、あ、バイト終わったのかね。そう、店内にはない可能性しかないから何でも挑戦するんだ。何でも挑戦するよ、もち。店内出る日毎回仕事やねんけど。え、マジ、平日やからかな、平日をばっかりよな今。まだ昼夜やったことないんよな、 M とか。今バイト終わったからダッシュで帰る。お疲れです、みんなお仕事お疲れ様です。ありがとう来てくれて配信。
急遽世代交代全然違う間違えた世代交代最近行けてなかったけどてんちゃんのセンター見てますます行きたくなった。もうぜひ来てほんまに前に来てほしい。こんばんは。伊之助こそぜひ。伊之助好きやしな、ムキムキスーツ着て。こんばんは。金髪とレオタード姿見て好きになりました。どのえ YNN さんの時のやつ24時間の時のやつどれどれですか。3回目のエームまたぎも応募して1回目2回目も最前列でちょっとビビった。確かに3度目の正直もあるかもしらんけどな。そうなったら劇場で見てましたよ。かっこいいですね。ありがとう。そうゆみさんにもセンター見てもらえてよかった。もうそうよかったです。最近公演で頑張ってるメンバーちゃんたちを見るたび泣いてまう。涙腺ゆるなってるやん絶対。みんな、ね、みんな頑張ってるからな。試験大丈夫ですか。何の試験ですか。何のですか。こんばんは。かわいい。ありがとう。オンライン追加分の服決まった。まだ決まってない。追加分はまだ決まってないで。でもあの握手会のやつは決めて、オンライン握手会はもう当日まで言わん。来てからの楽しみっていうあれで行くねんけど、オンラインはまだ決めてないな。追加の分は追加もともとのやつは決めてるけど、でもそっからまた追加は変えるから。それで一月に一度くらいの感覚で世代交代全公演入ってます。ありがとうございます。もっともっと会いに来てください。てんちゃんかっこいいしかわいいし最高だ。ありがとう。優しい。日曜日の夜公演見に行けてよかった。こちらこそ見に来ていただけてよかったです。よかったって言ってもらえたらよかったです。寒暖差すごすぎるけど風邪ひいてない。え、それな。なんか今日変な天気よな。風すごいし温度低いしな。天奈は元気。みんなはどう。今度から世代交代の出演メンバー見たらてんちゃんがセンターかどうか分かるってことかな。いや分からんのちゃう。だって何人かおるからできる人。しかも他にもやる子が出てくるかもしらんし、それは分かりません。毎回公演の裏側も楽しくて面白いです。そうさゆきがね毎回あの頑張って撮ってくれてて編集もしてくれてるから、もうそれはほんま感謝って感じよね。ありがたい。タンポポの決心は一緒にフリしてます。タンポポいい曲ですから。いい曲ですよね。てんなも大好きタンポポ。そう今日は雷強風津波注意報出てたみたいよ。マジでやばっ。大変ね。みんな大丈夫ですか。風欲しいけど明後日運動会やって休まれへん。風邪ひいたんかなもしかして。そっかそっか保育士か。そうだ運動会かわいい。やば見たいわ。めっちゃ見たい。確かに風強くて寒かったよな。暴風すぎて仕事中髪の毛爆発してたマジでそれな。もうさえそう風すごすぎて今日は前髪せんかったもん。もうなケープしても無理やからな。こんだけ風吹いてたらほんまに。てんなもあのベジータみたいになってたと思う多分。次からセンターの時の当日はおはようにサーフィンつけてポストしよう。もうシークレットで行くわ。そんなもしやらせてもらうってなったら次
で次の M こそ Vlog 撮って、マジでごめんな、ほんまな、あの余裕なさすぎて撮れるかな、ちょっと頑張るけど。そうそう、なるほど、ポジション行ってから、そうお楽しみやね。そうやね、朝ゲリラ豪雨に遭遇して泣いた。マジ？ゲリラ豪雨降ってたんや今日。それは嫌やね、雨マジで無理、雨嫌や。朝8時頃大粒の雨に襲われた。雨通勤の時ちゃん、8時とかって。最近急に雨降ってくるから折りたたみ傘は必須ですね。ほんまやな、荷物増えるな。でも嫌やな。テナの記憶力天才すぎ保育士です。知ってるよ、もちろん覚えてます。テナも赤ちゃん好きやから。でこ出してるとより美人さん、ほんま。みんな何の髪型が好きなんやろうな。レイポンと写真は撮って、お前な、ポンと写真ぐらいは撮れるやろからな。Vlog 言うても自分だけの Vlog やからな。バイク通勤やから雨降ったら休みたくなる。わあ、確かに危ないしな、若干ちょっとバイクやったら滑ったりしそう。今の固定ヘアのてんちゃんも美女が天才やけど、ヘアアレンジできるような月にてんなも楽しみね。楽しみにしてて、てんなも楽しみやもん。それポニーテールが好き、ポニーテール好きな人多いもんな。あやみちゃんくらいのツインみたいね。えわかる、てんなもしたい。今日電車降り、降りた途端か雨やみました。あ、運いいね、それは運いいです。もうそろ半か、ありがとう。雨の日傘持つのとかしんどいな、手塞がんの嫌じゃない、マジわかんないけど。テナの固定ヘアも好き、お団子も好き、かき揚げ前髪も好き、全部好きやん、ありがとう。やっぱり黒髪ポニーテールが一番好きかな。みんなポニー人気やね。てんなちゃんの地メイクめっちゃ好きです。X のポスト毎日楽しみにしてる。え、待って。地メイク褒めてくれるんや。それは好き。地メイク褒めてくれる人マジで好き。てんなは世界一ポニテ似合う。マジ？嬉しい。髪一番最初はどんな感じにしたいか決めてる。決めてんで、てんな一番最初の髪型決めてんねん、実は。でも言わない。言いません。こんにちは、こんにちは、ちょ、こんばんは。てんちゃんはい、30だったよ、ありがとう。こんばんは。てんな将来短くする予定はないの？ないです。ハーフツインどうでしょう。こんばんは、こんばんは。まあまあまあ楽しみにしといてくださいよ。それその時が来るまで、その時が来るまで応援してて、その時が来てもやけど、その後もやけど応援しててください。決めてる、めちゃめちゃ決めてるよ。もうこれ結構だいぶ前から決めてんねんな、実は。結構だいぶ前からっていうか、もうほんまに前から決めてる、もうこれっていうのは。ベジータヘアもしてくれるんかな。どうやってすんのやろうな、ベジータヘア。なんで髪そんなサラサラなん。最近ヘアケアめっちゃ頑張ってんの、てんな。ほんまに頑張ってる。でもほんまに確かにサラサラに見える、サラサラ。最近頑張ってる。ちょっと ルームスで教えます。今日のジャンレで聞いたら、天の初またぎ出演についてのメール読まれた。そうありがとう、送ってくれて。そうじゃあ半になったからショールームは一旦終わります。皆さん明日の12時が第7次受付最終日なので、最終なのでぜひ、リアルイベントは大阪の第4部の写メ会プラス片手叩きが
残ってるのでぜひ来てください。完売目指してます。でオンラインは6月22日は一部はもう売り切れて4部追加なってるのでそこもぜひお願いします。その他もまだあるのでいろんな店内が見れると思うのでぜひぜひたくさんお話ししに来てください。待ってます。じゃあ順位読みまーす。13位なゆき犬さんありがとう。12位コンペトさんありがとう。11位しんちーありがとう。10位たきさんありがとう。9位ゆうだいくんありがとう。8位ライムミントさんありがとう。7位けいさんありがとう。6位さとくんありがとう。5位お茶さんありがとう。4位原初の黒さんありがとう。3位おかちゃんありがとう。2位ナンバーの久人さんありがとう。そして1位はバリーさんありがとう。皆さんありがとうございました。ありがとう。ではルームスへ行きます。ルームス来てください。待ってます。じゃあねみんなバイバーイ。ありがとう。おつー。